では選手の皆さんをご紹介します。アゲオメディックス庄司裕貴選手、浦和レッドダイヤモンド宇賀神智也選手、浦和レッドレディース山郷のぞみ選手、狭山 FC 重葵選手、大崎電機ハンドボール宮崎大輔選手、大宮アルディージャ金沢慎選手、埼玉西武ライオンズ大島博之選手、埼玉ブロンコス畑野和也選手、以上の選手の皆様です。まずは全員でおめでとうございますをご協力いただきたいと思うんですが、女子サッカー初めてのアジア大会金メダル山川希選手輝きました。山川さん、やっててよかったと思ったんじゃないですか。はい、頭入ってる。はい、どうですか、あの金取った時って気持ちは。まあ自分ではそんなにやったぞっていう感じではないんですけど、もうあの場に自分があのピッチに立てたっていうことが一番幸せでした。ピッチに立てたことが、はい、まあ、当然ね、あの選手ですから競争があって出られた時もありますからね、はい、そなかなか、ずっと試合に出るっていうチャンスがなかなかなかったので、はい、ピッチに出てそして勝って、そうですね、最高の結果でしたね、はいはい、ではこの選手の皆さんにまずは自己紹介を兼ねて今年について軽く振り返っていただきながら進めていきたいと思います。それでは庄司さんからお願いします。お座ったままで大丈夫ですよ。アゲオメディックスの庄司裕貴です。今日は、たくさんの方にこういう初めて自分こういうトークライブというかやらせてもらってるんですけど、私自身もいろんな話を選手の方から聞いて、この、はい、はい、楽しんでいきたいと思います。久しぶりにお会いしましたけど、変わってないですね、そのあたりが。ありがとうございます。トークが途中で止まるっていうのが特徴です。どこかで止まります。では、続いて、上地選手です。皆さん、こんばんは。今日はちょっと、多分ここに来ている人のみんなのほとんどが僕のことわからないと思うので、ちょっとでも名前を覚えてもらえればいいなと思ってちょっと張り切ってきました今日は。はい、なんですけどちょっと若干緊張してます。張り切ったんで片側の方だけ髪の毛が短くなってる。多分昔からですか。そうですね、はい、特徴、髪型特徴です。続いては山郷選手、先ほどお話もいただきましたが、はい、浦和レッズレディースの山郷のぞみです。今日は、いろいろな選手たちのお話をここの場で聞けるっていうのがすごくありがたく思っているので、今日はよろしくお願いします。お願いします。では串木選手お願いします。エルヘン狭山の串木葵です。エルヘンは今年初めて一部に上がったチームなんで、皆さんもまだまだ知らないことがたくさんあると思うんですけど、今日少しでも私がチームの紹介できたらいいと思います。よろしくお願いします。続いては宮崎選手です。大崎電機の宮崎大輔と申します。多分ここにいる人たちはハンドボールというものが、何か分かってない方も、たくさんいると思いますので、今日は少しでもこう伝えられるように、楽しんでいきたいなと思います。よろしくお願いします。金沢選手です。はい、大宮アルディージャの金沢慎です。今日は
ちょっと僕しゃべるのは苦手なんですけれども、頑張ってしゃべりたいと思います。よろしくお願いします。大島選手です。埼玉西武ライオンズの大島です。普段所沢で野球してます。埼玉市ということでちょっとアウェー感があるんですけども、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。誰もそんなこと思ってないです。優しく迎えてます。はい、続いて畑野選手です。はじめましてっていうのは嘘で、はじめまして、畑野和也と申します。今日皆さんにそのバスケットっていう競技の、素晴らしいことをこう話せたらなって思ってますんで、今日はよろしくお願いします。はい、自己紹介の中でね、大島選手とそれから畑野選手がなんとなく一番向こう側でこう順番的に話聞いてるとちょうどいい感じで、なんかオチをつけてくれそうな雰囲気というのがだんだん分かってきたなという感じがありますが、さてちょっと皆さんに共通でお伺いしたいことがあります。まず庄司選手から聞きますが、今年一番印象に残っていたことは何でしょうか。やはり昨年のリーグで私たちが昇格を目指して頑張ってきたんですけど、入れ替え戦で惜しくもこう、はい、結果には至らなかったっていうことが、悔しい思い出として残ってます。ご自身は。そうですね、先日、J リーグの MVP 発表されたんですけど、その MVP の楢崎さんから、ちょっと衝撃的なゴールを奪ってしまったことだなと試合自体はちょっと負けてしまったんですけど、僕個人としては今年1年すごい印象に残っていることでありますね。はい、山子さん。はい、私は最終節のベレーザ戦で、優勝決定戦だったんですが、すごい負け方をしてしまったことが私もすごく悔しい印象に残ってます。金よりも印象残ってるんですか。それは金は金で嬉しいけども、それとまた違う意味で印象残ってる。今日はレッツのユニフォームを着てるっていうこともあり、なるほど、はい、レジースのではすごく悔しい思いしました。串木さんは。そうですね、今年やっぱり1部に上がったんで、それ去年までとは違って、負ける試合も多かったんですけど、その中でやっぱりいくつか勝てる試合があって、そういう時はやっぱり勝つっていいなっていうふうに思ってます。宮崎さん。僕は今年スペインから戻ってきて、また大崎電機と契約したんですけど、やっぱりそのファンの人が忘れてなくて、会場に来てくれてたということが嬉しかったですね。金田さん。僕は、J リーグ開幕戦の試合で、自分たちのチームにいる選手がちょっと病気を告白して、その選手のためにチームが一つになって勝利をプレーできたことが印象に残っています。セレッソ大阪戦でした。大島選手。終盤優勝間近でマジックが点灯してたんですけども、大失速しまして、それは僕のせいではないんですけども、優勝を逃してしまったことです。畑野さん。そうですね、実はまだちょっとシーズン中でして、そうなんですよね、はい、だからまだなんていうんですか、印象に残ったっていうか、まだ全然シーズン残ってるんで何も印象に残ってないんです。これから作っていくってことですよね。いい思い出を。さて、ね、ずらっと見ていただいても分かりますように、畑野選手が192センチ。はい、192センチです。この中で一番大きいですかね。大島さんは何センチですか。約180です。あ、はい、約公式の登録ではいくつなんですか。公式では181です。ですからね、大きい選手でもやっぱり野球選手大きいなと思っても、やっぱ畑野さんはその中でも群を抜いてやっぱり大きいですけども、串毛さんは身長いくつですか。156センチです。じゃあ畑野さんとちょっと串毛さんに一度前に出てちょっと立ってもらっていいですか。これだけ違う。同じね、本当にトップ中のトップの選手でもやっぱりこれだけ肉体のね、本当に違いってあるんですよね。あ、すみません、わざわざ出てきていただいてありがとうございます。ね、これでも全然違うですね。庄司さんはおいくつですか。182です。あ、じゃあ大島選手と同じぐらいですね。大島選手よりちょっと大きいぐらいですか。比べると公式記録がバレるからまずいですか。やめてください。さて